さあ青番周回2センターから4コーナーカーブゆっくりと上昇は4番の坂井気づいた7番の坂本さあ坂本はどう動いていくか。 打賞の周回に入りましてここは前で北日本勢が突っ張っていくさあここは4番の酒井を出させません北日本勢がまずは強気な競争そして切り替えて5番の柿澤が4番手この後ろが3番の高山これで4番の酒井は6番手で金をきいていますさあ中部近畿勢は後手に回る展開7番の坂本が今日は前受けから突っ張って先行しています2番手が2番の桜井3番手には6番の尾形一方4番の酒井は依然として後方6番手堺井今日はまくりに構えています 最終周回の1、2コーナー中間地点強気の競争は7番の坂本追走2番手、車間を切って2番の櫻井正尚そして後方は4番の酒井酒井は依然として後方の6番手中段は短期の2人2番手、前と車間を切って2番手、絶好2番の櫻井正尚4コーナーを回ってくる先頭は7番の坂本、坂本先頭この後ろから2番の桜井抜け出したか。